加工に、応用できるくらいの高出力でよく、絞れる、青色光源を作ったと。まあ、ファイバーがあってその先から光が出てきますので、装置全体が、まあ、一つの光源と。我々今まで計測向けのレーザーが主に多かったんですけれども、これからレーザーをレーザー加工機とかそういったハイパワー用の応用向けに新事業としてやっていこうと。他の光源ではできなかったような材料に対する加工ができるようになる可能性が出てきたというところ。従来の光源よりもやはり効率がいい、電気から光に変換させて、光源ですので、電気から光に変換させるんですけども、その効率がまずいい。であとは、半導体レーザーを使うということで、半導体レーザーはご存じのようにブルーレイディスクとかそういったところで、コストメリットがありますので、価格を、低価格化が、期待できるというこの2点で、従来の光源よりも、差別化ができるような、次世代の光源になるというところ。今までこのような半導体を使ったレーザーでしたら、その赤外光のレーザーが一般的なんですね。で、その赤外光のレーザーだと、出力はかなり大きいものが得られるんですけれども、例えば金属材料鉄とかだったら全然その赤外の光でも青色の光でも同じように加工はできるんですけれども、銅などだとその赤外の光はほとんど反射してしまうんですね。ものすごいパワーが必要だったり、なんか汚くなっちゃったりとか、このような感じがありました。で、その例えば銅だったらブルーの光は比較的吸収が大きいんですね。で、そのような大きいところにその青い光を当ててやると、いろんなレーザー加工等につながるんではないかっていうような形ですね。ただその複数の光源をなんか1本の光ファイバーに入れるだけだったら、そこまで難しくはないんですけれども、それが細いファイバーになると急にやっぱり難易度が上がりまして、そこをどのように入れていくかっていうのがこの製品の技術課題になります。高出力っていうのはパワーになってくるんですけど、とにかく明るいと。で、高輝度性っていうのはいかに絞れるか、よく絞れるかということですね。で、材料によく絞れればそれだけ加工の、効率が上がってきますので、いかに絞れるかと。けどもその光ファイバー、言ってみればホースみたいなものなんですけれども、イメージとしては、でそこを、いかにこう光を通していくかということであるんですけども、そのホースが細いければ細いほどよく絞れる光源が作れる。島津製作所のこの社風というかなんですけれども、失敗を恐れずに挑戦しろというか挑戦しようというような、社風なんですね。なんで
その、まあ、失敗を恐れずにやってたからかなと思いますね。特にあの他の事業部ももちろんございますが、デバイス部っていうところはもっと言いますと、あの本当に部品を商売にしてます。で、部品っていうのは、まあ、いろいろ面白いところがあって、その部品がなければ製品にならないっていう一方、製品がなければこの部品も生まれないという、そういう相乗効果がございまして、我々の部品をお客様が使っていただいて、お客様をナンバーワンにしましょうと。で、そうすると、まあ、ついでに我々の事業も大きくなるぞと。そうすると、お客様が言われてる欲しいものとかですね、それを作ってるだけではなかなかお客様はナンバーワンになれないんですよね。まあ、古い言葉ですけど、お客様の感動をしていただけるようなそういうものをやると、お客様の製品、最小製品自体がおそらくナンバーワンであり、オンリーワンになるし。島津玄三初代、2代目、これやっぱ負けるなというのは、我々が島津製作所の中で仕事している上でいつも感じていることです。なかなか負けるなと言われても勝てるような気もしないんですけど、ただやっぱこれはやっぱね、やらないといかなと。で、そういう意味でやっぱり世界で初めてのものとか、世界で一番のものとか、これを続けていく原動力になっているんだろうなと思います。少なくとも昔はできたんだと、今もできるじゃないかというのはいつも思っていることです。世の中のものがまた変わっていく、イノベーションされていくような、きっかけになるのにはなるかなと思いますので、お客様というか人に使っていただいて初めて社会に貢献できると思ってますので。元技術者として思うとですね、こういうないものができて、それが世の中に使われてたら、これ嬉しいですよ。我々はまだまだそのどこまでどういうことができるかというアイデアがまだないので、ようやくこれで受賞させていただいたんで、もっとより広く知っていただければ、新しいアイデアの持ったお客様がいっぱい我々に殺到していただければ嬉しいなと。